ユーレカは、青山正春監督による2001年公開の日本映画、ヘルプレスから本作へ、そして、サットバケーションへ続く、北九州サーガの第2作である。ユリーカは、ギリシャ語で、発見の意。キャッチフレーズは、癒しと再生の一大女児誌。第53回カンヌ国際映画祭で、国際批評家連盟賞とエキュメニック賞を受賞し、 第14回シンガポール国際映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞さらにベルギー王立フィルムアーカイブよりルイス・ブニュエル黄金時代賞を授与されている監督である青山自身によって執筆されたノベライズは2000年に角川書店より刊行され第14回三島幸男賞を受賞したモノクロフィルムで撮影して現像時にカラーポジにプリントするクロマティックビー W という手法が採用されている。主なロケ地は、福岡県天城市。挿入曲として、アルバート・アイラー、ゴースト・ジム・オールーク、ユリーカが使われている。九州で起きたバスジャック事件によって、心に深い傷を負った、運転手の沢井、中学生の直樹と小学生の小杖の兄弟は、人生の再生をかけた旅に出る。ありがとうございます。